皆さんこんにちは。おかげさまで気がついたらボクスターくんの動画も50本を超えていました。ということで今回は真冬のオープンドライブ映像とともに今までの動画のサムネを見てボクスターくんの動画の軌跡を見ていってください。今回のドライブの目的地は愛知県豊田市にある倉ヶ池公園です。名古屋市内からはさなげグリーン道路を走って綺麗な景色を見ながら行くことができます。名古屋からはそんなに遠くないちょうどいい距離にある綺麗な公園です。おじさんのボクスターくんは去年の7月に納車されました。ケーマンくんはボクスターくんの納車の1ヶ月半前には車屋さんに引き渡していたので待ちに待った納車でした。納車当日にいきなりヘッドランプのチェックランプが点灯して焦りましたが、その後車屋さんのアフターサービスで無事に修理完了。納車後はネットで手当たり次第に安いドレスアップパーツを買ってボクスターくんにつけたり、洗車やコンパウンドをして手入れをしてみたり、ことあるごとに動画を作っていたように思います。参考になる動画があるかどうか分かりませんが、たまには視聴者さんからコメントで参考になったよと言っていただいたりしてとても嬉しかったです。自分で知識もなく DIY して困っている時にはポルシェオーナーの視聴者さんがいろいろ教えてくれたりして助かったこともたくさんありました。今振り返ってみてボクスターくんに癒した大きな費用といえばやはりスペアキーですね。納車当時ボクスターくんのキーは1本しかなくてとても不安でした。万が一紛失した時にスペアキーを持っていないとポルシェセンターにレッカーで移動して解錠作業です。多額の費用がかかってしまいます。2週間くらい悩んだ末にポルシェセンターに行って見積もりしました。スペアキーの作成費用はなんとセットアップ込みで8万円以上しましたが、ビビリなおじさんは注文しました。次に大きな費用はつい最近に交換した18インチのリアタイヤ2本です。ただしこの時もいろいろ調べました。あのオートウェイさんで買えば大手カーショップさんの半額くらいで買えるということが分かりました。ピレリーの P0 のリアタイヤ2本交換費用込みで6万5000円くらいで済みました。今のところ大きなトラブルも特になく、エンジンやその周辺からも異音などもなく調子よく走っています。考えてみればスペアキーやタイヤの費用は修理代金ではないので、おじさんのボクスターくんはめちゃ調子のいいボクスターということですね。ポルシェ、PASM など定番のオプションもついていないので、ある意味高額な修理代金がかかるリスクは少ないです。恐怖の6番シリンダーの問題も2008年式の987は後期に変わる直前の年式なのでまず心配ないと思います。多分ですけど、最近ポルシェの中古車は年々相場が上がってきていますが、そんな状況の中987のボクスターはまだ200万円台で購入可能です。ケーマンよりは少し剛性が緩めで日常使いのできるボクスターは噂通り故障も少なく毎日乗れるポルシェです。しかもオープンになって非日常的なカーライフを楽しめる数少ないスポーツカーだと思います。高速道路でアクセルを少し深く踏み込めばポルシェ独特の気持ちのいい加速とエンジン音で楽しませてくれる本物のスポーツカーだと思います。今年はまた一段とポルシェが値上がりしてくる年になると思います。今購入を迷っている方には早めに購入することをお勧めします。ボクスターの購入を検討している方がやはり一番気になる車はケーマンだと思います。そこで以前ケーマンに乗っていたおじさんの主観で2台を比較して率直な感想を述べたいと思います。まずはデザインの違いですが、ポルシェに乗るという意味で言えば圧倒的にデザインはケーマンです。ケーマンのデザインは歴代のポルシェの中でもセクシーで美しいという一言につきます。ですからケーマンのオーナーさんには女性が多いことがその証拠だと思います。身にまとうという意味で女性なら911よりは絶対にケーマンを選ぶと思います。ボクスターという車はオープンカーという宿命上、ルーフをボディに対してデザインを一体化することが困難ですから、どうしてもリアトランクとは分離したようなデザインになってしまいます。それでも他のメーカーのオープンカーと比べたらボクスターのデザインは一番美しくてセクシーだと思いますが、ケーマンとボクスターを比べた時にはデザインはケーマンだと思います。次に乗って初めてわかることは乗り心地の違いです。K
マンは非常に剛性のいい車で、タイヤで拾う路面の振動が車内にストレートに伝わってきます。もちろんそれは音としても大きく伝わってきますので、不思議なことですが、ポロのルーフのボクスターより車内の音は、Kマンの方が気になります。ボクスターはルーフがない分、Kマンよりは剛性が緩いので、振動が多少逃げて音も静かなんです。以前からスポーツカー乗りで、サスペンションが固めの車に乗っている方でも、Kマンの振動と音には驚くと思います。ただ私は18インチのタイヤでしたから、ノーマルの17インチであれば、多少は静かかもしれません。ですからガチガチのスポーツカーがお好みなら Kマン。ほどほどのスポーツカーが良ければボクスター。私の場合はもう若くないので、ほどほどのボクスターが好きです。次に収納の違いです。Kマンはボクスターともにフロント部分の収納スペースは同じです。リアに関してはKマンの方が荷物は乗ります。Kマンは座席スペースからリアのトランクはつながっているので、多少の荷物は乗りますが、ボクスターは背もたれ部分で区切られているので、ティッシュのケース1個を置く場所も困ります。実際2人乗ったら、上着を脱いだらトランクにしまうしかありません。次に整備性の違いです。整備性といっても、おじさんの場合は、エンジン周りなどの整備ができるわけではありませんので、日常の掃除や、簡単な電装品の取り付けなのですが、Kマンは屋根が低くて車内で何かしようと思うと、かなり狭くて困難なことが多かったです。その点ボクスターはオープンにして作業ができるので、作業が楽です。ただホロについている。内側の窓を拭くのは苦労します。あとはボクスターのホロの洗浄はちょっと面倒です。2台の違いはそんなところです。自分のライフスタイルをイメージして選んでください。リセールバリューはKマンの方がいいと思います。それはKマンの方が玉数が少ないということと、オープンカーはちょっとということで、Kマンの方に流れてしまう人が多いと思います。どちらにしても、ボクスターという車は退屈な日常を変えて、日々を忙しくさせられたり、ヒヤヒヤさせられたり、とても楽しい車です。今までに出してきた動画の中で、何度も言ってきましたが、いざという時のトラブルに備えて、お金の無駄遣いが減りました。今年もまだまだボクスターくんのいじりたいことがたくさんありますので、その都度動画をたくさん作っていきたいと思っています。未登録の方は、ぜひ登録お願いします。それとできれば、忘れずに高評価のボタンをよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、またね。